皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は静岡県富士見中学校の平成31年の1月に行われた算数の入試問題から大問の3、図形の問題、これを解いていきたいと思います。大問の3には2問問題があります。まず1つ目です。括弧1、下の図は半径 12cm の円です。斜線部分の面積を求めなさい。ただし円周率は 3.14 とします、とこういう問題ですね。ではまず、図形確認すると、まずここに半径 12cm の円が書いてあって、この斜線の部分、これ中心角が150度の扇形になっていますよね。この扇形の面積を求めなさい。こういう問題です。扇形の面積というのは円の面積×360分のここの中心の角度、こういう形で求めました。ですからまず円の面積、これを求める式を確認しておきましょう。円の面積は半径かける半径かける 3.14、ね、これが円の面積を求める式、半径かける半径かける 3.14 ですね。そしてじゃあこの円の面積、この式に当てはめると半径12ですから、12かける12かける 3.14、 これで円全部の面積、これが出ますよね。そしてこの150度の扇形、斜線の部分を出すにはこれに360分の150と、これを後ろにかけてあげればいいわけです。では約分をします。30で約分できますね。下は12、分子は5ですね。ここの12と前の12、これを約分します。それぞれ1になります。 12×1×3.14×5 と、これ掛け算するときちょっと工夫して順番変えます。 12×5×3.14、 この順番にします。 12×5 は60ですから、 60×3.14、 これ前から順番にかけるよりちょっと工夫してね、この順番変えてあげた方が楽に計算できますからね。皆さんも、図形の問題こんなのが出たら、あ、簡単にできることないかなと考えてみてください。でこれを計算すると188.4 になりますから、この扇形の面積、斜線の部分の面積ですね、これは 188.4 平方センチメートルと、このように計算できるわけです。では括弧2に移ります。括弧2番です。下の図で ABCDE は正方形です。正方形 E の一辺の長さを 1cm とします。この時次の問いに答えなさいと、このような問題です。ここに四角形が書いてあって、この中に、ね、ABCDE という正方形が入っているんですね。この ABCDE はどれも正方形で、さらにこの E の正方形の一辺の長さが1センチとこうなっています。では問題 A ですね。2つの正方形 C と E の一辺の長さの比を最も簡単な整数の比で表しなさいと、この C と E の長さの比、この C の一辺というのは E の辺2本分ですよね。 E は1センチね、だから C は E 2本分で2センチとなるので、2センチ対1センチということで、この C 対 E、
この日は2対1とこのように簡単に出せます。じゃあ、イの問題です。2つの正方形 A と B の一辺の長さの比を最も簡単な整数の比で表しなさいと、こういう問題です。ここの A という正方形と B という正方形の一辺の長さの比、簡単に言えばここ対ここ、これを簡単な整数の比で表すということですね。では A の一辺の長さ、これはもうこちらを元にすれば出ますよね。 E がこれ一辺が1センチと、そして C がこれが2センチメートルと分かっているので、 A の一辺の長さ1センチ足す2センチで、つまりここは3センチメートルと、こういうことになります。ですから、この上から下まで C から A のここのところまで、 C は2センチですから、一辺が上から下までは5センチということですね。ですから D からこの B の下のところまでも5センチということになります。そしてこの B と D のところを比べると、B の一辺の長さというのはこの D の2つ分、ね、D の一辺の2つ分、日本分の長さになっていますよね。ですからここのところ、 B のところに D を並べたら DD、 そしてもう一つ DD と、 D が4個分入るということが分かりますよね。ですから D の一辺の長さは全体の5センチを4で割った 1.25 センチメートル、これが D の長さです。で、 B の一辺の長さはこの D の2本分なので、 B の長さは 1.25 かける2で2.5 センチメートルと、ここは、2.5 センチメートルとこうなります。ですから A 対 B、 そのままの長さで表すと3対 2.5 となるんですけれど、最も簡単な整数の比ですから、これ小数になっちゃってますからダメですよね。じゃあこれを整数にするために、この 2.5 ちょうど2倍したら整数になりますよね。ですから A 対 B、 3対 2.5 両方とも2倍すると6対5となるので、 A 対 B、 これは6対5、これが最も簡単な整数の比、このようになるわけですね。今回は静岡県富士見中学校の、31年の1月に行われた入試の問題の大問の3、図形の問題、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。